それではピクミンの続きやっていこうと思います。今回は前回はぐれてしまったブリトニーさんと合流して、それから食べ物を探しつつ、ついでにキャプテンチャーリーを探しに行きましょう。というわけで、じゃあ着陸。はい、ついでにって言い方も悪いけど、多分今回でキャプテンは救えないんじゃないかなと思うんだけど。何何？船内は作戦タイム。 G-PAD を見て作戦を立てよう。はい、さっきちょっと上空からのマップを見ておいたので、果実がどこにあるかちょっとわかります。ブリトニー、ぜひちょん。あ、ブリトニーさんからだ。そっか、一日中。おはよう、アルフ君。昨夜はここで野宿したわ。ここは原生生物もいないし、安全な場所みたい。おう、それはちょっと不幸中の幸いですね。でも私、お腹ペコペコ。もう今にもぶっ倒れそうな感じ。早く合流しましょう。なんかウィンクとかしちゃってるよ。ちょっと可愛いけど、考えることは食べ物だけか。よし、今日こそは合流しないとな。お互いのピクミンを渡し合って探索範囲を広げよう。そうだね。よし、ピクミンの出し入れ。あ、なぜかちょっぴりいるな。なんでだ。どれぐらい渡せばいいか。まあ全部出して必要な分だけアルフ君に渡そう。まずはこれで OK。 そしてポチッと。このマップを見てる間はずっとポーズがかかるってのが幸せだね。じゃあここまで、ここまで移動。ほい、 OK。 よし、その間にアルフ君がピクミンを、赤ピクミン向こうに渡してなかった。あ、そっか、向こう全部黄色いピクミンになっちゃったのか。じゃあこれ渡しに行こう、交換しに行こう。わあ、ほい、ここに来て赤ピクミンを、よし。あ、おっと、あれ、ついたっていうから勝手になっちゃうのかな。あ、自分がボタン押したのか。よし、そしてこっちに、あら、ぶつかってる。よし、もうちょっと黒ピクミン、黒じゃないや、イヤピクミン渡そう。オッケー、これでいきましょう。おっと、移動。まずはここだね、水晶があるここに行こう。いや、待てよ。確か、水晶って洞窟の中にもあった気がするな。これ。あるある。じゃあ、ここに行ってみよう。ここで、移動。はい。そして、アルフ君に切り替えて、お、こんなところに。ほい。どうなってる？見えないよ。ほい。どんどん行こう。どんどん掘れ。掘れてるのかな。掘ってる。おお、ついた。次は、え、これどうなってんだ。おお、お、いや、ちょっとぐらい色変わっててもいいや。あ、メモデータが出てきた。何何？ペレットゾ、ペレットの実は採集してもまた実る。ほう。お、どうした？運搬中のピクミンが困っているようだ。なんとかしてあげないと。どうしたの？なんで困ったの？あ、そっか、自分の巣まで持っていけないっていうことか。あー、わかった。違う違う、これは黒いから。よし、じゃあ切り替えて、あと切り替える前にここまで移動。どこに行こうかな。ここに果実があって、あとこっちだね。ここに行くためにはまずここの温泉か、温泉に乗ってジャンプ。じゃあここまで移動してもらおう。ほい、その間に、ほい、
いいよ、役割分担できてるよ。お、な、何これ、キウイフルーツっぽいのゲット。あ、これ持っていこうと思っても繋がってないから、ドレイク号まで持っていけないよね。そっか、どこまで持っていけるかわからないけど、じゃあ行けるとこまで行ってもらおう。そして今度はここは2人いないと登れないね。じゃあこちら側、ここか、ここ怪しい。ここにキピクミンを乗っければいいのかな。まあとりあえずこの水晶を越して、多分温泉だから登っていこう。じゃあここまで移動。はい、そしてここか、ほい。向こう側からも、あ、ピクミンが、よし。そして壊してる間にこっちに行こう。ほい、あら、まだ染みてる。どうなのかな。お、敵だ。おっと、こっちか。ほい、おっと、時間が経つのは早いな。お、何これ、登り棒。お、叩ける、叩けるのはどんどん叩こう。そしてこっちだ。こっちはキピクミンをちょっと投げてみる。高いところに登らせて、特に何もないかな。よし、じゃあ壊そう。オッケー、おお、ガーピンポイントで襲ってきやがって。あー、びっくりした。わー、おっと、なんだこいつ。あ、こいつがやってたのか。おーし、いけ、どんどんいけ。どこ行った。なんと逃げられた。おー、えい、よーし、やっつけたと思ったらちょっと待って、まだそれ運ばなくていいや。まずは、おっとっと、こうしてる間にもアルフ君の方が終わってるね。忙しいな。よし、何がどうして困った。あー、チャッピーに、ベロチャッピー、この野郎、ペロ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 、強敵。ほい、よーし、やっと倒した。なんかペレットがいっぱい出てきたぞ。君ら、それは後でいいよ。よし、じゃあアルフ君、まだここに一匹いるな。あそこに、うおーっとっと、まずは運んでもらおうか。え、どこ行っちゃったんだもしかして登り棒っていうのを使って上に行っちゃったのかな。忙しいぞ。とりあえずじゃあ僕もついていこう。お、どうやってこれ使ったの。おお、お、紙袋。特に何もできるわけではないの。この登り棒たるものは登っていけるわけではないのか。ピクミンが登ったってことは上にピクミンを乗っけるってことか。でも特にできることはなかったな。よし、じゃあ切り替えて、え、おお、やったぜまだ運んでたのか。やったわ、橋が完成したわ。これでアルフ君と合流できるわね。やった、よし。じゃあ本当は合流しない方が効率がいいんだろうけど、とりあえず合流のイベントを作ろう。
じゃあ切り替えて、橋のど真ん中までここまで移動。はい。そしてほい、オッケー。わ、もう昼か、早いな。ちょっと待って、敵がいる。あ、待った。じゃあアルフ君にこっちに来てもらおう。ここまでここまで来てもらおう。オッケー、いけ。おお、強いな。あー、ピクミンが雪玉でやられるぐらいじゃ平気か。お、来たー。おお他のピクミンはどうしたってぐらいで。おい、あれ仲間になってない。なってるよ。どんどん投げろ。突撃。よし。そして、あんなとこにはペレットが。よし。オッケー。そしてこちら側に、あれ、この近くに、あったあった、これだ。ほい、オッケー。じゃああれは運んでもらおう。こっちは、お、あ、ほい、えい、全部やっちゃえ。え、一体誰が作ったのかしら。キャプテンに似てるんだけど本当だ。あ、20体ぐらいのピクミンが必要か。みんなおいでー。だいぶはぐれちゃってるな。置き土産、我々は極寒の大地で雪のオブジェに遭遇した。中年男性の顔にも見える、それはなんとなく見覚えのあるものだった。見れば見るほど我らが函館運送の社長に似ているようだ。特に鼻のあたりが。へえ、函館運送の社長という人にキャプテンチャーリーはちょっと似てるってことだね。過去シリーズやったことある人だったらキャラクターの絵を見てニヤッとできるのかな。よし、じゃあとりあえずあれは一旦回収して。ピクミンなんか頭いいのか悪いのかちょっとわかんない。温泉に乗ってついておいて。よし、あらえ、掘り起こしたのか、すごいな。じゃあこれ受け渡します。そしてほい、突撃。よし、じゃあ今の間に なんだ、お、イベント発生。おお、あの行けなかったところが行けるようになった。よし、じゃあ今のうちにドレイク王のところまで行ってもらおう。ほい、この辺はもう何もないかな。よし、そして途中まで運んだものを持っていこう。ほい、オッケー。そして合流と。そしてどうする、この辺りに。おっと、もう夕方か。この辺だな。紙袋っていう謎のアイテムがあって、登り棒っていうのがありましたよね。そしてこっちは、この辺どうやって登るんだろう。キャラクターをぶん投げれば届くかな。うん、二人で行動してみないとちょっとわからないかも。ここはちょっと届きそうで届かなそうな、そんな感じ。よし、じゃあこの辺をちょっと探索してみよう。ほい、
まずはここだね。この登り棒登りたいんだけど、もっとピクミンが必要なのかな。登っていくピクミン。おう、登っていったはいいけれど、特にこれといったことはできない。キャラクターを変えて、おっとごめんしまった、もうちょっとだった。ほい、オッケー。じゃあ今のうちにちょっとピクミンがはぐれてないかチェックしよう。大丈夫かな。こっちは大丈夫、こっちも大丈夫。こっちはキウイがあった方、ここあ、運んでる、これ。どうなんだろう、ここまで移動。はい、ちょっと気になるから見てこよう。7分の13って書いてあるから運べてるはずなんだけどね。オニオンまで運ぶのか、もしかして。まあ向こうのはぐれくんを連れてくるという意味でもいいかな。あ、ここか、ここは届きそう。お、もうすぐ日没です。まあ今回合流できたからよかったね。ここはちょっと高いかな。着きました。うーん、ちょっと投げても届かなそうな感じだな。よし、戻って切り替え。よし、こんな感じかな。うっ、しまったまたやってしまった。うん、この辺、あ、ここか。オッケー、じゃあそっちの方行こう。あ、でもここから時間かかっちゃうかな。ペレットとかで増やした方が賢明かも。いや、まだ行けるから行こう。あ、こっちの方もそういえば手伝って行けるとこあるな。とりあえず向こうから行くか。ほい、そして切り替えて。すごい連打。そしてほい、どうかな、何があるかな。お、何これ、引っこ抜けそう。引っこ抜いてみよう。待て、自分でやるのかな。あ、自分じゃ抜けない。引っこ抜けそうだけど引っこ抜けない。え、卵、どうする。卵割っちゃう。うわ、ピクミンの頭に花が咲いたぞ。なんだか植物みたいだな。今更そのツッコミ。今までと何が違うのだろうか、注意深く観察してみることにする。丸、その前にカウントダウンが始まった上に何か上から降ってきたんですけど。ピクミンの生態13、大地のエキスを吸うと花に成長する。おう、やばいって。これを退散、早く。もう一匹、あー、早く、よし、逃げろ。うー、危ないなんとかみんな助かった。ギリギリ何だったんだ最後に出てきたの何回も踏み潰されちゃって、イワピクミンだったから生きてられたのかな。うん、なるほど。じゃあ今度戦う時はイワピクミンを連れてきて頑張ってみよう。よーし、今回合流できたからオニオンも合体するかな。あれはベロチャッピーとはちょっと違うのかな、黒いですよね。うー、思った以上にいろんなことがあった。そして合体、なるほど、こ
こうやってオニオンは進化していくのね。サイズも大きくなってますね。なるほど確かに。まあどういう感じで中に入ってるかわかんないけどね。新種の果実を回収したわね。どんな味がするのか楽しみだわ。で味はってやつだね。見かけだまし。ほう、私たちのところで言う名前とはちょっと違うんだね。あ、そんなにこんなにみずみずしいのにそんなに果汁絞れないんだ。へえ。見かけだましジュースの出来上がり。名前からすると、ね、大したことなさそう。破れかぶれ。お、シュク5種類回収。この惑星にはいろんな種類の果実があるのね。他にどんなのがあるのかしら。もっと探してみましょう。うん、ブリトニーさんが生き生きとしてる。そして縁側の実。なんかなんだろうこれ、琵琶っぽい感じ。そういえば前のなんだっけな、でっかい原生生物倒した時に出てきたドラゴンフルーツ的なものだけど、あれ食べたことあるけどかなり南国っぽい感じだったな。あー、お腹が空いて死ぬかと思った。毎日死にそうになってるんだなきっと。あ、よく考えたら食料がなくなった時点で死んじゃうのかな。3日ぐらい持つとかあるのかな。ふう、これだけあればしばらくは安心ね。うん、またはぐれなければね。そして探索6日目。そっか、キャプテンチャーリーもう6日間も飲まず食わずなのか。大変だな、そろそろ助けに行かないと。よし、次回はなんとかキャプテン探しに行きたいな。海岸の洞窟とドレイク号の着陸点を結ぶ架け橋がついに完成した。ブリトニーさんが連れてきた黄色いピクミンは電気に耐性があることと耳が大きいこと以外どんな特性を持っているのだろうか。しばらく観察してみることにしよう。うん、確か高いところに投げられるってことと掘るのが得意ですよね。そしてまあここに書いてあるように電気に耐性があるからシャッターみたいな電気シャッターを止められると。オッケー。あとは何があるんだろう。足が速いとか。ふう、いや今回いっぱい果実回収できたな。じゃあ次回はまずあの巨大な原生生物と戦って大地のエキスをいただくのかな。そして新しくできた道の方に行かないといけないんだね。あの登る棒ってのがまだ解明できてないんだけど、あれはどう使うんだろうな。2人いないと進めないのかもしれない。よし、今ちょっとマップ見ながら次回の構想を練ってます。 OK、 よく無事でいられましたねブリトニーさん。キピクミンのおかげよ。あの子たちがいなかったらあそこから出られなかったもの。キピクミンも多分ブリトニーさんに感謝してるかな。そもそも僕らが最初に再会できたのもピクミンのおかげでしたよね。そうだったわね、ピクミンには感謝しなきゃね。うん、なんか普通にピクミンの話題で盛り上がってるところキャプテンの話は梅雨も出てこないというまあいいか。あ、次は1週間目ですね。そろそろ体力の限界でしょう。頑張って探しに行きたいかな。巨大な原生生物の方が進路だったらちょっと大変かも。どういう戦い方をするべきか、少なくとも岩ピクミンを主力で行こうかな。はい、では次回また頑張りたいと思います。では今回これで終わりにします。ではまた次回よろしくお願いします。